次は薬指ですね。これがまあ一番まだブルーグラスの場合よく使うね、先の人差し指とこのこれで使うのが、人差し指を位置にするないしは、これ薬指を位置にする、どっちかが一番多いんですけど、まあ G やけど、これでなら2弦3弦で取ると4コードはこれが4だから、もうそのままこれ4コードやね、4コードのこれが今度これが1でこれが5になりますね。ないしはとかいう手もありますね。それとか最初に2弦3弦の場合、これじゃなくてこういう、私一番好きな音ですけど、こういうのもありますね。5度と3度、まあこれはほとんど使わないけど、1コードの1と5、それから4コードの、次ほんなら、1弦2弦でやると、2弦に3度があって、1弦に主音1がある時で、 この1の横は高い方の横は必ず4ですから、これが4で4の1度で、これがラッキーなことに開放で、4の3度になるから言うてもあるし、こういうのもありますね。これ押さえてあって、4コードの3度と4コードの5度。これで一番よく使うのは、こっちの方やね。1コードの5度と1度。それを、例えば、これだけやな、これ無理です。あ、これがあるね、これは1コードの5と3、ここはでもわざわざこんなからこれにはあんまりいきませんけど、まあでもそういう1、4いうコードプログレッションもあります。で、今度3弦、4弦では一番簡単なやつね、開放1と5が鳴ってます。で、これにこれの 4度はここですから、これのアルペジオなら一番使えるのは、まあこれがあるんだけど、こう使うとこう作ると美しいね。で、例えばそれとかっていうのもありますけど、もう次これの他に今度はアルペジオ3度と5度次、これもこれ容器あるな5度と1度4、まあこういうつながりやね、それぐらいですけど。ほんで、先ほど最初 の, 人差し指のとこだけで言いましたけど、セブンスを使ったりオーギュメントを使ったり、一番面白いのは、例えばオーギュメントやって5度が半音やね、とかね。で、例えばセブンスやったら
あ、これ第二ポジションになっちゃうけど。とかみたいな風に使うことができます。